はい今日は5年生の書き初めの課題を、ね、やっていきたいと思います。えっ、ー、と、「新春の光」というこちらなんですけど、えっ、ー、と、昨日はね、えっ、ー、と、新春の光じゃなくて、希望の朝というのをやってますね。えっ、ー、と、そちらの学校で、学校の方はね、そちらを見てくださいねで、はい。ではこちらの新しいという字からいきましょう。まずは外形をどんな風になってるかっていうのを見ていきます。えー、と横のこのこ 線ですよねこう123って同じようなのありますけど長さが全て違いますねこういうふうにと,、えー、と長さの違いとあと性質も見ていきましょう、えー、まずは紙の大きさっていうのはここですね横がねこの辺りこうなってますよねでその幅見ていきますまず上はね開けるようになるべくこう上ちょっと開けられるようにしますでこう。 しっかり入っといて、こうまず立つという字がここに来るんですけど、そうやって考えるとまここが長いなっていうのはわかると思うんです。でこういうラインになりますよね。で一画目しっかり入れて、二画目キュッと上がるような線質、キュッとね。でここが結構こちら向きにこの向きでこうやって入ってるんですよ。なのでこれこっちからこう入れましょう。結構こういう風に。 やったりもするんですけどこれの場合はこっちからの打ち込みなのでこういう風にしてここにこう受けるようにでえっ、ー、と注意したいのはここのラインここがこの長さの違いにね注意しましょうここしっかりとやることえっ、ー、とそれからでこれがギュッときますよね一番長くなるっていうところこの一番左にこう出っ張る部分なのでここの空きをえっ、ー、と少なくすることですねここね でそれよりも短くなるようになおかつこれよりも細くなるように、えー、この筆の角度が少し変わってますね他の学年のあの説明でも言ってますけどこれがこういうふうに入るのと少しこういうふうに入るのとではあの太さをね変えることができるのでこちらを使うようにしてくださいちょっとこういうふうにねあの 傾きがね、ちょっと違いますよね。で、えっ、ー、と、右側をピシッとこうやって揃えるようにするっていうことですね。えっ、ー、と、まず、こちら辺の方は、このぐらいの感じでこう持ってきますよね。それに対してこう、こう、揃ってないんですよ。こういうふうにちょっと下がってる。ここのね、ラインがこういうふうになってるんですよね。それをね、見てください。こういうふうに。 そうこここが開くっていうことですこちらが大きく,開くそうでただここはあんまり長くしすぎるとこの春の方の邪魔になるのでまあいい感じのとこでさっと切るんですねちょっと長くするんだよっていうところえー、とこちら斧作りの方なんですけどこれの場合はこここれもねここ見てくださいここが結構あのギリギリまできますの方からね全部書いてみましょう 中心線がここににありますすそここここういういい位置関係でで持ってくる結構近いんですここから離れないようにしましょうね結構中心線近くにこう持ってきて怖がらずでこちらからこうでその時ここ中心から出ないように気をつけることと左が結構長くあるで右が短くなってますただこの先にトントンってやった後の ここのラインが一番こういう風に出っ張るっていうことなのでここがあまり長すぎないことねそれもいあの一緒に注意することですこちらとこちらで比べたらこっちが長くしたいんだけどその下に来る横の角っていうのが一番長く来るはいで、えー、12でしょ三角目はこっち向きにこれこうやって入ってるんですよこういう打ち込み 頭をしっかり入れておいてスッと抜くようなこういうラインですこういう力抜いていくってことですよねでここから上こういう風に打ち込んでくださいここからこういう風に来る。でこうでここの線質っていうのはこれがねえっ、ー、とねこうになって欲しくないところです 左がこうにあってこれがこういうふうにこうにやったとしたらこれはここが太さがありますから筆にはねこうきてここがこうになるとここが真ん中が潰れちゃうんですよ潰れちゃダメなのでここ卵が入るぐらいこうふわっとさせたいのねなので線の,あの動きとしてはこういうラインが来てるのが正解ですこういう向きですねさあそれがここの動きですこうにきます そして、ここから、はい、ここが一番長く出るんだよって言ってたとこなので、えー、こっからこういうふうに持ってきて、で、ここで揃えるようなイメージです。こうですね。結構しっかりめに太さもありますね、こう。こんな感じで。で、それでその次は、ほら、これよりもちょっと短いんでしたね。それから、筆の角度もちょっと、 こう寝かせるようなこういう感じの角度これに対してちょっとこうでこうですねこんな感じですで次はここに合わせるようにえー、辺の部分のここあの一画目ありましたねここにここを中心としてる感じに書きますのでこことここ 7画目ですねこれね1画目と7画目が合うように、はい、縦の線なので結構太いですよしっかり留めます穂先はここにあるので留めた時なのでちょっとここがポコってしてるような感じがしますよねそれはなぜかっていうとここに穂先があるからさお尻こう上げといてくださいあまりこうあのベチョってやるとこっちにボコンって出やすくなるのでこちらね げるようなイメージですよねでそこからここの角をこれねこの角をこう半分に割っていくような2等分するようにここをしっかり付けね入れてくださいこっち向きにしっかり入りますこう入っといてこちらをこうその時にここのここよりもあの長くならないようにこれが下に向かってたとするとどうなるかっていうとこういう風になっちゃうんですよそうすると この線を通り越しちゃうことがあるんですねそれ綺麗じゃないですし下に行くってことはここが潰れてしまうんですよ太さがありますからねなのでこれ横に行くようにしますそうするとこういうラインができますこれができると綺麗なのでしっかりこここういう風うにそれあの入れることですね斜め45度にキュッと入れてあげて横に行くようにすると太さがあったとしてもこういう感じになるんですよこれを目指しますそして次 えーとねこれ位置的には少し下になってるはずですこういう感じふと下がったとしてもこういう感じちょっと下かなここちょっと空いてるかなぐらいな感じです気持ちねあんまりあのガクンって下がった感じがしてないのでそんなに大きく下がることないんですけど これがしっかりここにこうしつけ根に入ってるのに対してそれに対しては少し下がり目かなっていうぐらいですはいそしておのづくりの方いきますねこう下がってきてますけどこの辺りえっ、ー、と12画目の延長線上この辺りにこの斜め45度しっかりこう入れますそして横へこう。 ぶつかららない程度にこちらにここちうきますよねそしたら、えー、この向きうんこ,この向きのまま下にこういってこの辺狙って払いますこんな感じあんまりこっち内側にこういうふうには来たくないんですけど まあ、まっすぐ降りてきて左に行くような感じですよね。こんな感じそう。で、えっ、ー、とね、ここがね、こういう感じで埋め込まれてるような感じなので、えー、ここよりちょっと下がったこの辺りのところにこう入れ込んで、結構ここまっすぐラインに近いんですよ。これね、 になったりするとこうふわーって持ってきて結構ギューって長くこっちまでこうやって持ってきたりするんですけどこれ結構まっすぐに見えてまあこう上がり調子ではありますけどここからこうこんなラインですよね。でこれはここも大事にしたい余白ここの部分とここの部分が同じように開くと綺麗なんですよ。なののでここをねあの 締めすぎないというか狭くしすぎないこちらもそうですよこちらもしっかりあの幅を開けたいのでここの長さってやっぱり必要なんですよだからこれなるべくギュッとし引いてあげてえっ、ー、と線質としてはこれはこうに持ってきていいところなのでこっちに反らないでくださいね、まあ、な大体長く引く時にはこうふわって持ってくるぐらいな感じの方が綺麗ですで 付け根を見せるようなイメージですすここちょっと空いてますよねなので中に全部をこうほ穂先全部この中に埋め込むっていうよりは少し見せるぐらいな感じでしかもしっかりと縦の強い強い線ですね太く強くえっ、ー、と真ん中なのでこうできて長さ的にはこの辺り目指してくるといいですこんな感じになるといいな。 こう、はい、立てます。こう、穂先立てといて、しっかり、こう引きます。その時に少し、ちょっとこう細くなってますよね。ちょっとこんな感じがいいですよ。で、それに対して、こう持ってきます。そう、そして、打ち込みとしては、こういう向きなんですよ、これ。こういう感じ。この点もちょっと難しいかな。 こうしてこっちへこんな感じですねそう左よりも右の方が高くなりたいですちょっと高く狙っていくようなイメージでここがこういうラインが来るようにしたいのでここねここが一番長くなるところでこうここからこう入ってこんな感じですねこ,こ,こうこういうふうに揃えたいです でえー、少し細くなりたいのでちょっとこう寝かせ気味な感じですが置き方がね左からこう入ってしっかり立てておいてこんな感じそうそしてここ次はこの1画目に合わせるようにでしたよねこういう感じで中心の線とは別にここに辺の 中中ののの心線のようなものができますここにこう当ててここですよはいしっかり立てておいてここしっかり留めて穂先はここにいますよここうんそうするとここにねちょっとこういうほら出てるでしょこれがおね出すようにしますそしてこ,この入れ方もこういうところが結構なんかね 難しく感じるのかもしれないけどやってることはいつもこう一緒なんですよこちら向きここにこう斜め45のようにこういう風に入れてます真ん中なんていうかな真ん中貫くような今ちょっとねもうちょい短くすればよかったなって思いましたなぜかっていうとこれがこの位置でしょで本来はほらこのくらいな感じで 差をつけたいんですもうちょっとねだからこういいいううぐららになってたらかったかなっっっててたた良かか思いますこうしっかり入れてこっちに来てあげたらほらちょっと印象違いますよねそうだからまあもしこっち下までこう来ちゃったならこれがもうちょっとこう長くできればしてもいいですけど本来はこのぐらいな感じこれに対してはこのぐらいの位置で切りたいなっていうところですで ここのあのちょっと下かなっていうぐらい少しですよあんまりやると良くないですここのほらあんまり下に見えないんですよま自然な感じで少し下目かなぐらいな感じにしましょうで右側ののぬづくりですよねこれがえっ、ー、と上の部分ここを開けておくことこの一角 2画目の延長線上こういうラインに引っかかるような感じこうやって持ってきて左へでここで一回払って短く払っといていいですよで入れ替えますのでこうしておいてここぶつからない程度にこう払ってくださいでこういう払い方ができるといいですよねこれがね細くてヒューンってなるとあんまり良くないんですよこの辺こうで新たに入りますこう。 で下に下ろしてきてからここを狙ってくるような感じ隙間を狙ってでそして次のここちょっとふわっとしてるかなぐらいな感じですねここよりも少し下げてください下げたところそうするとこれに対してちょっとこのこのぐらいの位置関係ですねここからのこうしっかり入れますここ入れ込んじゃっていいので入れてこう長めに持ってきてここを 2等分するような感じで真ん中を引きますでその時のちょっとここの付け方はこういう感じでここを隙間を空けますこう、はい、しっかり立てておいてからまっすぐ狙,狙い位置としてはここのここの延長線上こうですこうしといてまっすぐ下ろしてこの辺から細く。 こんな感じですね春,です春はここに3本線横の線がありますね全てこう右上がりのこういうリズムなんですが線の質がちょっと違いますこれキュッっていうちょっと上がり調子でまっすぐそしてこれはこっち側にこう反るような線これ漢数字の3を書くようなイメージでいいんですが。 えっと、真ん中短すぎないように、ほとんど上の、あの、一本目と一緒ぐらいな感じですよね。えっ、ー、と、で、注意したいのは、この一画目と二、えー、画目は、まあ、大体一緒ぐらいのこの、置き方なんです。角度も。三本目に関しては、ちょっと、こういうふうに角度がね、違うかなっていうとこ見てください。 えこうキューってやりたいところなのでこれ少しこれが一番長くなりますよねこうにねもうちょっとこうあの激しくやってもいいかなって感じなんです結構優しめですよねこれもねこうまっすぐ降りてきてカーブするような感じではなくて初めからこうカーブしていきますうんでここをね広く取るようなイメージでやっていきますねえ 少し上がり気味かなあの、左の払いに対して右の払いが少し上がり気味。えっ、ー、と、まあ、最終格ではないので、上がり気味でいいです。あ、あのー、これですね。最終格っていうのは、ここ。ここでしょ火があるから、ここの下のところ。ここがこう引っ張ってくれるようなイメージですね。なので、この右の払いの部分は、 無理やりこう下に持ってこようなんて思わなくてもまあいいかなっていうぐらいです左より右ちょっと上がっていいってことですねはいでこちら書いていきます真ん中の線がこの辺りこうあったとしてこういうふうにのっけていきます少しこう反り気味なの分かりましたかねギュッとしましたで真ん中はまっすぐでもいいですそして、えー、と長さ的には一緒ですねかあのほとんど一緒 で、最後は、こういう風に入れました。少しね、少しこう寝かせるように、こういう風に入れて、キュッ。ちょっとこうそ、反りましたね。で、次です。ここ、縦のここは強めに、しっかりこう、長さもね、結構出てますよね。ここね、長さ出しましょう。こう入れて、引いてください。キュッとね。 はい立てといてって感じです。でこういう風に左へこういうラインですね。これもここでローンってこう下行かないようにこれね横へ横へ行こうっていうこういう感じで次ここに到着するようにしたいです。ストーンって落ちるように来て横へ。一回ここ止まってくださいね止まって横へ。 うん、今はちょっとほとんど一緒ぐらいな感じではありますけど、まあ、こんな感じでいいですね。こういう風に太さがこうに来ますよね。ここもしっかり結構、うん、ついてて、こういう、上はこう、下はこういう感じ。ここに三角形できますね。こう。しっかり止まってから横へ。でそうすると、ここ。 左へこう行ったのでね、これがね、ここ結構空いてますよね、しっかり。そうすると入れやすいです。えっ、ー、と、火を描くとき、こういう風にキュッとこうぶつけてきて OK なので、ここに入れるような感じで、こんな感じですね、縦。1画目。で、2画目、こう来て、ここにこういう感じです。ちょうど当たるか当たんないかぐらいな感じですけど、こう持ってきといて、こう。で、 下を少し長めにこう持ってきといて、ここね。引って書くときはそうです。で、真ん中がこうに来て、最後がこうに来て、こちらがこう出るようなイメージで。そう。ここの真ん中の線は中にこれ埋まってるような感じですね。うーん。止めが少しこう見えるかな。この辺、止めをちょっと見せるような感じ。 そうこんな感じで,ですねまず3本線ですがえー、こうはい立てといてギュッ少しまあ反るかなあんまりわからないんですけど少し反り気味にすると次書きやすいのでまっすぐな感じ長さほとんど一緒です最後はえー、っと少しこう寝、ね、かすあの 角度をね、つける、こう、ちょっと、優しめな角度にして、お尻からこういってあげると、うん、書きやすいかな。これ何が難しく感じるのかって言ったら、ここの隙間をしっかり、あのー、狭く開けるうん、っていうのが多分、やりづらいんですよ。それって、この筆の入れ方、この角度 角度の差なんですねそれと筆がね例えばこう入れてうんと置いた状態そのまま置いて立ててない状態筆管はこうありますけど穂先がほがね寝た状態っていうんですかこれ寝てるんですよ寝た状態だとこういうふうに太くなりますよねだからまあ一画目のこれみたいな感じだったら別にこれでもそんなに 悪,うん、悪いわけじゃないんですけど例えばこの線しか書けない状態でここの線を書こうとするとあの書けないわけですよ全部こういう線になったらダメでしょうあのうまくいかないですよねちょっとやってみるとこういう線でこれを3本引いたとしたらこういう感じになるんですよこれ結構やりがちなので そこかなと思います。この字に関しては、まずここができること。一画目。二画目。三画目。頭をしっかり出して、左へ。こんな感じかな。 でここの高さを見ておいて右はここにこのくらいな感じで来て今こことここよりもちょっと上にあるかなっていうぐらいですよ。これ一緒かなでこういう感じで抜いてます。ここね。うんで ここに火を入れていきます。ここにぶつけていっていいです。こんな感じ。ここね。ちょっとここ出るような感じですね。のですけど、こちらのお手本ではここの広さとここの広さ同じにしましょうねっていう感じで書いてあります。 えーと昨日のお手本よりここの入り方がややこう上からのこういうラインで持ってきてこうなってますねあのちょっと参考にしたい方はね昨日の5年生のやつも見てみてくださいこうしてここまで来て少しこちらにこうね横へ広がるようなイメージですねここのこの感じはなんか似てるかなでこの辺りやっぱりゆっくりになるんですよ太さが結構あってこう ここが揃ってますねのですのは、はい、えーと今日のねこちらののはこう普通に上からこのぐらいの角度でこう入ってます。こうきてちょっと左へ向かうような感じですけどそこからこうきてゆっくりゆっくりこの辺り高さを揃えるようにこんな感じです。映ってないかな ここが大体いい一緒ぐらいな感じにするといいですよ。光です光はえー、っとこう見るとねこのラインそあの外径見てみると上はちょっとまあこんな感じなんですよ。頭かなりしっかりめのここに押さえつけてない感じが分かりますよね。ここの大きさに対してここの大きさが小さいでしょ。ってことはしっかり置いて。 でそこからあんまり何て言うかな少し、うん、力抜いてるわけじゃないんですけどちょっと細くなってるような感じがするんですよでここにもあのギュッギュッと押さえつけてないですよねこういうところがねでこういうところにしっかりと空間が空いてるんですここにもこういうところをあの取れるようにしましょうでこれの打ち込みの仕方はこう来てるんですこう。 これ跳ねてる感じがしないんですけど、動きとしてはこっからの、ここに向かってこうして、こういうことですよね。で、このままこう来て、こっちにこう入るわけですよ。すべてこう、つながってるような動きがこう見えるといいんですけど、どうですか皆さんね、見えてますかね。ここ、全部ね。こういう感じで書いていきますよ。えー こうありますよねまず真ん中はしっかりとこういうふうにギュッと真ん中ですギュッと引いてスッとこう持ってくるようなこんな感じそれに対してこっち次がこういうふうに入るんですよなんかこういう動きですこう,こういうとこ難しいですよね点ねこっからのこういうふうに来てこっちにでこの時に左の点よりも右の点はちょっと上げ調子 にしますだけどここを通り越しちゃいけないですからねこういうラインですよこう。でもう一つここシャーってこっちねそのまま行ったわけじゃなくてふわーっとちょっと少しカーブしてますよね。こういうカーブのこの優しいカーブもあのー、これなんでこうカーブしてるのかって言ったらここをほら隙間作んなきゃいけないってさっき言ったじゃないですか。 こうしといてこうふわーってすることでここねしっかりできますよねここに隙間がねでそれからここを通過するようにでしかもこことここ開けるようにだからこうに入れといてここを目指してこういうふうにくるわけですよこれが一番長くなるところこうですよねこんな感じになって で,で、ここ見てください。こう真ん中の線をこのほら2本の足のちょうど真ん中って感じですねここね。で付け方を見るとこういう風に中に埋め込まずにちょっとこういう風にして見せるような感じになってますね。でかなりここ右とかほらこんなにしっかりでしょ？しっかりしていて下のラインも見てみましょう。こ,うこんな感じであの揃うような感じ。 揃っててもう一つポイントはここ跳ね上がるところ最後の跳ね上がるこの部分はぐーっと上にちょっと上がってきてるんですよこうベターっと下がったまんまではなくてここもそうなんですけどほらあのカックンってしてない。 ふわっとこうなんかちょっとカーブしてますよね。で、跳ね上がるところもここカーブしてるんですよ。上がってるんです、ちょっとね。だからこう、お尻をこう上げといて、これよいしょってこう跳ねるようなイメージです。でちょっとこっちね、書いてみますね。こう入れます。この向きで、こう入れます。こうしといて、左へ行くように。これ下に行かないようにしてましょうね。左、左、左って持ってきて、なるべく左に持ってきてあげると、 あの高さがねこう出すぎないというか比率を言っとくとだいたいここに対してここ1対1ぐらいじゃないですか。同じぐらいの高さしてますよねこここことここってことはこの左払いって下に行けば行くほどこうやって長くなっちゃうんですよ。比率が変わるのが分かります下に行ったバージョンちょっとここに書いてみましょうか。 これがもしこう左、あ、下にこう行っちゃった場合、地面の、あの、地面って、下の部分ね、合わせる部分がここになるんですよ。そうすると、右の、ここもね、こういうふうにして、ここまで持ってこないと、なんか変なんですよ。でも、そうすると、上と下のバランスすごく悪くなる、なるんですね。これを、こういうふうにならないようにするために、左の払いって、こう、 より左へ左へって持っていくのがいいんですがこれちょっと難しいかなっていうところです失敗しないようにしたいんですけどこう左へ持ってきてあげて地面の位置この辺こういうふうにねこういうふうにしてあげるとここ1対1になりますで右もこうしといたらこう早めに曲がって少しこうやって上がってくるんですこうやってこんな感じになるシュ そう大事なのはこの付け方と左に合わせて右をこうやって書くここね曲がってくるっていうところそれから一回ここでしっかりと止まっといてそしてここねお尻上げといて内側に向かってこう跳ねますこれ真上じゃないですよねちょっと内側に向かってるんですよでしっかりここ広く取りましょうでこう跳ね方がこれも良くないですよこれならないように。 ここっちもダメだしねこのぐらいです最後ですす最後光ですねえー、っとここにこう三角の山ができるようなイメージで空間の取り方がこうねこういうところしっかりやりたいですで点って意外と難しいんですよねそれをねよく見てくださいまずは1画目中心線にあの乗っかるようにきますこうしっかり立てましょう穂先をよく使います こう立てて、すだんだん細くなってるようなイメージ。頭がだからそれだけしっかり入れてるってことですよね。ここが細かったらどんどん細くなっちゃうので、頭を大きめに入れておけば、まあそんな弱々しくも見えないと思います。それからこれ点の打ち方ですけど、こうこちらからこう入るんですよ、これがね。こういう感じ。 でまあここでこう離しちゃうっていうよりはこっから本来はこういう風にこっちにも持ってくるわけですこの点の打ち込みよりも少し上の辺りになるようにこういう風に繋がってるんだよっていう感じなのでこちらからこういう風に打ち込んでますこう繋がりがあってこうそして向かうところはここに 隙間をやっぱりこうしっかり開けておきたいのでこのまますーってまっすぐ来るとこれなくなっちゃいますよねからしっかり入れたらこう来てなんとなく方向が変わるようなイメージですこう来たんだけどあれ逃げたっていうぐらいそれをあの自然な感じでやるといいですこうにしといてここが一番長くなるとこなので端の方からこう ですね、こういうところはあのー、あそうねこのお手本を見るともうちょいここが空いてるのでえっ、ー、と下のラインこれちょっと狭かったですねもうちょっと開くといいなじゃあちょっともう一回書いてみましょうまずは頭をしっかり打ち込んだらスッとしし下に引きますよね。ででここちらからかうういう感じで こう打ち込んで、こう、で、こう、お尻持ち上げときましょう。感じでしょうか。ちょっとね、映らないので下の方だけにしますけど。 こうにしておいてじゃあこの最後のこの部分がどうになっているのかっていうと中心がこういう風にありますよねこれをまたぐようにしてこのラインで入っていきますこう入れてはい、頬を立てて左へちょっとひょろひょろって今しちゃったこう入れたらキゅっと持ってきてこのぐらいしっかりでいいですねで、右もしっかり頬を立てて 少し内側に向かうんじゃないかっていうぐらいで、こういうふうに持ってきます。ここしっかり止まってください。やや内側に向いて、ぎゅっと切って、ここで切り返しがあって、またぎゅってきて、そう。ぎゅっぎゅっていう感じの、ここね。イメージ。そして、ここぎゅってなって、お尻こう上がってるのわかりますよね。最後ね。こう上がってるんですよ。そこから、 そのまま上にこう突き上げるような感じなんですけど右のえー、とこの部分ねここえー、とこの上上からいきましょうキューッとくるここの部分ですけど、えー、入れたら穂う立ててキュッキュッそしてこう一回つこうなんていうかなこうやって一回。 しっかり止まって、そこから押し上げて、こういう感じです。こうしといて、ほら、このラインでちょっと傾きを変えてるような感じ。こうしといて、こうしといて、よいしょ。えっ、ー、と、下の部分だけじゃあね、そこだけやっときましょう。まず左払い、ぎゅっときて、 こう目指すようにするんだよっていうところですけどこういうふうに入れたらこう来てこうに来るんですほらでそこからこういうふうにゆっくりでいいんですよこうに持ってくるとうまくいきます